カトリ海は古代の関東平野東部に太平洋から湾入し、カトリ神宮の目前に広がっていた内海を指す。江戸時代前まで下佐・日立国境に存在し、絹川が注いだ。現在、利根川が流れる。古代以前より東海道地域と道の区とをつなぐ交通路は下佐国、日立国を通りカトリ海を横断した。これを踏襲した。 当初の東海道が通り、その後、都価地点は、香取海への絹川川口の龍ヶ崎付近へ変更されたが、平安中期まで、道の区までつながる重要交通路だった。古文書には、内海、龍海、波逆海などの名で現れ、絹川が注ぐ湾入部は、江の木浦とも呼ばれた。カト海は、北の日立国志の田軍と南の下宇佐国カトリ軍、陰波軍と隔てており、 西端で絹川が注いでいた。古代より東北地方及び北地国と他地域との間の物流経路を担っており、これをめぐる争奪戦は平野正門の乱や平忠恒の乱、自称、樹衛の乱の原因、原因となった。1926年時点の関東平野の地図に縄文海新領域を重ねた地図海面交代機に絹川によって形成された。 新食定地の過酷に、縄文改新により、海水が流入して内海が作られ、学術的には小絹湾と呼ばれる。霞ヶ浦、陰馬沼、手賀沼までつながり、鹿島灘にはっきりと湾口を開いていた。また木の川河道では、下妻付近、日立川は、境町付近、飯沼川は、小菓子付近まで入り江が奥深く入り込んだ。周囲には多くの貝塚が分布している。 また丸木船の湿度も多く、古くから重要な交通路だったと考えられている。その後、解体及び絹川などが運ぶ土砂の堆積で次第に陸地化し狭まり、有志頃は現在の河内町から江の木浦津付近がカ取り海の生誕で絹川が注いでいた。その細長い湾入部は江ノ木浦と呼ばれた。河界上国の古墳に、石子塚古墳、北条塚古墳、 御前鬼塚古墳、三の文明大塚山古墳などが知られ、陰波国には、龍角寺古墳群が、また中国、筑波国、茨城国には、浅間塚古墳、あた山古墳、船塚山古墳などがあり、香取海は、紀内から、北上国、道の区への要衝であった。日立国風呂木の篠田群には、江の木らつあり、すなわち駅区をけけり、東海の大道にして、 北立路の頭なり、これを曰く偉く、和武の天皇、海辺を巡行して、生きて、乗浜に至り、なお聖子である、日本初期には、牧菜の慶光天皇40年10月の上に、ここに、日本穂高、すなわち数佐より転じて、道の区国に入りたもう。地に大きなる鏡を、王船にかけて、回路を取って、足裏を回り、玉砲を横切って、映像の境に至る。とある。 さらに、俗日本語記、上和2年3月上に、下佐国の人、道の口寿将軍外十五位下君六等、物の部創作米村寺を改めすくねを賜う。また、元売りを改め、左京二条に官府す。昔、物の部時代連、節を天朝にすずし、井出で坂東を進むす。外科記法。この航訓にせきりて、下佐国に初めて、捜作軍を立て、 なおてもてしとなすことをえしむ。これすなわち熊井のししとうのそうなり。とあり、日本ほたかとせ伝説のほかもののべしも進出したとされ、日立国志の田軍や香取神宮ともののべしの関連も指摘されている。下宇うさ国一宮の香取神宮は、大下の改新の後に、下海上国の一部を咲いて県軍された香取軍を神軍とし、官主は、大中富氏が務め、 藤原氏の氏神である、春日大社に、鹿島神宮の武見和知大臣と共に、香取神宮の共通主審が誕生されるなど、藤原氏との関係も深かった。なお、日立国風土器の篠田軍にはさらに、城浜の里の東に、浮島の村あり、四面絶海にして、大和の交作れり、とは1煙、他は78兆余りなり、イメル百姓、塩を引きて、 豪とトす、飛行して九つの八代割て、琴と行を、金意なめり。とあり、現在、浮島村割く続きで付近の水は淡水であるが、奈良時代には島であり周囲は海水であったことがわかる。また、万葉集に、陰派軍の派設壁名お広丸まろが、香取リ海の情景を読んだ、塩船のへさきこそ白波にはしくも不石油ほか、思わへな国の歌が載せられている。 放棄2年に武蔵国が東海道に移され、平安時代には陸路が整備されたとされるが、実際には香取リ海周辺はその後も道の区国への要衝であり、朝廷の江戸経営の拠点であった。坂の上の田村麻呂や紛んやの渡麻呂による江戸政党後は、ここを根拠地とした商事の子孫とされる物延ノベ氏査士が、足熊井の志士、松上の三代にわたって、 陳寿将軍に任せられ、その功績により、香取神宮の深海も上がっている。その後、平高持や正門、忠恒など、万道兵士の根拠地となるなど、歴史上の重要な部隊であった。正門期には、上平6年6月26日に、両県が、日に、両県が、上作に、佐国武社軍から、下宇佐国香取軍の親善の都を経て、日立国志の田軍のいらち前の都に行ったり、 翌27日、吉政がいる筑波山の南の水森へ着いたとあり、争いを制した正門は、カトリ会を基盤に独立国家を作ろうとした。また、平忠次の乱もここで起こっている。カトリ会の周辺は、カトリ、鹿島両神宮の神軍であり、あと有力貴族や他の有力寺社が荘園を設定したため神軍が侵食されるが、平安時代末期までは、権益は、 すべて両神宮に返し、かとり神宮が、裏、海よと、関も支配した。具体的には、東京湾に通じる古都根川水系に関所を設けて、通行料を徴収した。また、かとり海の港や漁民を支配し、漁労や船の航行の権利を保障した。平安時代の末、沿岸に、相馬ミクリアや立花荘などの荘園が開発され、千葉市の根拠地であったが、 下宇佐守藤原近道がこれを召し上げるなど、相馬ミクリアや立花草をめぐる争いが、鎌倉幕府の成立につながった、ともされている。鎌倉時代には、水上交通は、さらに活発となり、沿岸には多くの港が作られた。カトリ海に流れ込む河川を通じて、北、関東や東京湾とも活発な交流が行われた。 暴走を北き太平洋海運が可能だったという説もある。遠山正一の説によれば、日立太平洋側から、利根川、絹川、古海川、霞ヶ浦、北浦などの内陸部、北総及び両房の太平洋側にかけて百例を、コス水運に関係する地名が見られる。これらの港は、カトリ神宮が支配していた。南北朝時代には、 下草津の国宮津以下24神、日立国大江脱、高津以下53神の、計77の津を、香取神宮が支配していた。川崎も広範囲に設けられていた。現在の東京都江戸川区東葛西や千葉県、市川市、行徳など、東京湾の沿岸にも及んだ。江戸時代以前の利根川、荒川、渡瀬川、絹川水系。江戸幕府によって、 利根川当選事業が行われ、利根川の水が流れ込むようになり、周辺の集落は水害に襲われるようになった。またこれにより、淡水化が加速し、当時人口が激増していた、江戸の町の食料事情もあって、干拓と神殿開発が盛んになった。天明3年には、浅間山が噴火し、利根川上流の東川へ、火砕流、火山灰など、 火山噴出物が大量に流入、利根川や川口川に存在する江戸川が氾濫し、沿岸地域において水害の激化を招くこととなった。下佐国、日立国の歌枕として、万葉集にカトリの海、カトリの裏が現れる。相模国と下佐国との間は、当初は東京湾を横断していた。山地直光、衣川の尻とカトリの海、 ハット AB 岡野智彦、家康はなぜ江戸を選んだか ISBN978 から43億1635万7508、カトリ海の南側の栗山川では、日本全体の40%に相当する80、例モの丸木船の湿度がある。インバ沼の木水化振興や絹川からの土砂流入などの考古学的知見からも、カトリ海の海域が推定される。 バブの天皇とは、日本穂高のこととされている。AB 上が季節や、風土記、ISBN978 から40億9658万59、AB 谷川健一、日本の神々神社と聖地から11関東、ISBN978 から45億62万5116、吉田東吾、大日本知名辞書第六巻版道、1061ページ、 エノキウラ、ハット AB 鈴木哲夫、中世関東の内海世界 ISBN978 から48億7294万4082、文中3年の海夫注文。ありがとうございます。